半幕の本家の本物の貴族の半幕岩尾先生です。半幕の王様です。今回ね、私の身分を紹介いたしますけれども、私はね、半幕の本物の本家で、半幕は800年から900年の歴史です。1000年ぐらいですね、の歴史ですね。で、その前は本幕から追い出されたわけですね。本幕はもう本物の本家の貴族でしたわけですけどね、社会的な事情でね、その代において力は弱いと追い出されたりし、ね、独立させられたり、他に追い出されたりね、しております。それでね、私の半幕家の本家、私の本物の貴族というのは天皇家よりか古いんですね。で、天皇家よりかイギリス世界のにいるエリザベス女王とはつながりが多くて、天皇家よりかもうふんだんに多いです。本物貴族ですからね。天皇家はね、自分たちお坊さんの僧侶と昔の総理大臣とか大統領とかね、徳川家とか、ああいうふうな、ものでね、俺やりたいんだと、王様やりたいんだって出てなった人ですね。自分勝手になった王様です。エリザベス女王もそうなんですけどね。ただ、私よりか身分は低いですけど、エリザベス女王とか天皇家は、ね、作り物ですから、で、もっと歴史が古いんですよね。それでね、私の方が偉いんですけども、代が弱いと逆にね、天皇家とかイギリス、エリザベス女王の下についていきます。父はそうですね。実際に代は違いましたけど、その前はやっぱりそういうことはしょっちゅうありますね。生まれた代でね、力は弱いとね、本家の本物の貴族でもで、例えばね、天皇よりか力が強い、上だとかね、イギリス・エリザベス女王よりか上だと、私の時は言えますけど、それ言うとね、その力だけね、受けないといけないわけです。天皇家とか、イギリス・エリザベス女王が受けてるね、敵とかね、反発者と同じ以上を受けないといけないわけですね。それはね、私の子供の時はできませんでしたね。大人になってからですね。頭に考えて、知ってていましたけど、苦しいですね、やっぱね。力負けしました。子供の時はね、天皇家とかイギリス、エリザベス女王に、子供の時は全然歯が立ちませんでした。大人になってから、一方的に強くなってきましたけどね。父の代は亡くなるまで追い越せなかったですね。エリザベス女王家とかね、天皇家とかね、貴族であったけどね。っていうのはね、若い時にね、奴隷殺しちゃったんですね。住み込みの女中というかね、そんなので荒いんでね、父は悪いだろうということにされたんでね。まあみんな東大とか、父も中央大法学部2つも卒業してましたから、学科ね、頭良くて学生時代から表彰されてましたから、優秀だということでね。ね。で、ただ、法学部で大学で勉強中の時にね、以前、住み込みのね、24時間の奴隷というか、女中ですね、を荒く使ってね、殺しちゃったらしいんで、そういうのがあるんでいけないよということで、頭良かったけど、法学部卒業も頭いいからしていいけども、勉強しないでくれって学長から言われてね、で守って卒業したんですね。頭良かったんですけど、そういうのがあるんで、だからちゃんと先生の言うことをよく聞いてたわけですね。で、まあそんなことで、頭はその当時東大よりか弁護士取る人は多かったんですよ。中央大学その時の卒業者ですから、東大というか優秀だったんでね、そこ入ったわけですけどね、法学部ではね。東大よりか弁護士取る人多かったんですよ。
ね、受かる人が多かったんでね。ということなんですね。あとみんな東大だしね、じいさん、東大。おじも東大でしたよね。みんな、あの、閣僚とか、小松、おじは東大卒で、小松製作所の取締役やってましたね。ブルドーザーの大きい会社あるでしょ。あそこの取締役やってますけどね。ね。まあ私も関係者ですよね、取締役。今のブルドーザーってあるでしょ、小松さん。私は小松さん時代から、おじがつながってますからね。創業者からね。ね、そういうことで。私の身分というのは天皇家とかイギリスエリザベス女王よりか上でもっと力が多く変わります。力は上なんでね。敵も大きい力なんで、天皇家でもイギリスエリザベス女王でも死んじゃいます。私に関わる本物の貴族の王様の力っていうのはね、まあ半負けの王様ですね、でありますけどね。あの本物の貴族です。天皇家とかイギリスエリザベス女王は作った貴族です。あのエリートで、あの国会の人は昔はね、議員は貴族って言ってたんですよ。あれは偽物で、身分で言ってたわけですね。まあただ力があったからね、その時はね、いいわけですけども、だけど本物ではないわけですね。ただ天皇家とかイギリスエリザベス女王は皆様にとっては大統領と同じですよ。だから身分高いんで頭下げないとやっぱダメですね。私が全然下げる必要ないですけど、身分高いからね。人間たちはみんな頭下げないといけないんですよ。天皇家、天皇って大統領と同じですからね。ね。あの、ちゃんと、私は本物貴族の王様だから、半負けの王様、頭下げる必要ないわけですけども、普通の人間はみんなね、総理大臣はまあ対等でいいと思うんですけどね、日本のね、外国の総理大臣も大統領もいいですけどね、いいと思う、対等でいいわけですけど、ね、ただ